はい、どうぞ。何、そういう出だしからやるんですか？わかりました。じゃあやります。じゃあちょっと、ムーさんからのお下がりのね、これ。これ。このシープレーロダーのレーダー探探知知機機でをすね。つけていきますと。A320 ですね。2世代前。まあまあ、無料ですからね。で、ちゃんと今もやっちゃったけどね、これ。これ。ブレーキパーツのはい。クリーナーで修理やって、こう拭いたから、あとつけるだけ。はい。両面テープある？ないです。まあとりあえずさ、定番的なこの辺でやると、まあどうなるかというと、上向いちゃうのね。上向いちゃうから、こっちから見ると分かるんだけどさ、こう見るとね、最結悪構だ上ね。向いちゃうから。最悪だね。そう。そうなんですよ。で、下の方にあったら、まあこう当たるわけじゃん。どっち？普通じゃ見えないからね、こもうの無時理代だ。だね。これは無理だね。そう。判断して、結局は、まあこの辺。そうだね。そう。ちょっと浮き出てきたらやばいんだけど。これちょっと、ここ上がってきたらちょっと怖いね。定番的なものがあるから。ね。まあ。ここちょうどいいんじゃない？多分ね、だんだんこっち来るから、ああ。こっちの方にあった方がいいかもしれないっていうのはある。でも全く見えなくない。だって、電源がこの裏だからさ。だからちょっとこっちにしてさ。寒いからってさ、こうの方が絶対いい閉じてんだよ。じゃん。見やすいじゃん。でも浮いてくるよ、これだんってだん。何閉めてんだよ。それか、もうここの線に合わせちゃう。見ああ、栄えいいん的じゃにない。は。でも、この二つのさ、うん。後ろの出口を塞ぐよりは、片方にした方がいいんじゃない？その方がいいの？だって、両方ともこれでなってたらさ、夏とか地獄だで。あ、まあ確かにそれはあるな。どっちかに寄せた方がいいんじゃない？こっちにつけた場合だと、ここが見え少ないしでしょ？ね、半分がかかるから、まあ、もうちょいこっちぐらいかな。ちょっとかかってる、ここ。いや、こっちからかかってないよ。だってこれ、ルーバーこっち向けるでしょ。まあね。それ壊れてるから、その辺。あ、だからこっちは向けるから、パキッていっちゃうよ、それ。だから大丈夫だよ、こっちは。まあ、この辺だよね。多分。まあ、あとはこの風の出口を塞がなければ、この。でもずっと出しましょまあ、出しっぱだよね、基本う。じ的ゃあに。大丈夫だよね。それか、まあ、ちょっと浮いてきてるから何とも言えないんだけど。俺は見栄え的にこっちかなって思う。だって、助手席はこれ、こっちもあるからね。ああ、そういうことね。だからもう本当にこのラインのベタでこうつけて、斜めにしてつけて、で、こういう風な向きにしとくっていうのが俺はベタかなと思う。まあ、こっちの方が確かに見やすいんだよね。ね。この視点で言うと、まあ、こうなってて、ここだからね。そう。だからこっちの方が見やすいかなって俺は思う。じゃあ、こっち行きましょうか。はい。はい。はい、出しして。さっきしたんだけど、そこも綺麗に拭かないといけないからね。まあ、ちょっと直でやったらだから、シュッシュッシュッって。はい。で、両面テープ。ございません。どうしましょうか。柱が持ってます。じゃ、両面テープ持ってきてくださいな。はい。カットできるんでしょ。カットできるよ。まあまあいいや、そのままつなげちゃってもいい。柱。いやー、どうなんだろう。あ、これが広角のあれか。なんか、広角設定があるんだって。このちょっと斜めってる部分とかにはかけたくないっていうのが。ちょっとここかな。いいんじゃこう、こう斜めになってっから、ここ少し。いいんじゃない。綺麗に吸盤するんだったら、ここ。行きましょ2つでいい？う。二つでいいかな。取るよ。はいよ。そっち終わったら僕のこれ。はい。よいしょ。待て。これ切れねえやつか。え。あいつサボる気だぞ。
あ、まあまあ大体でいいよ。ね。はい。はい。つけましたと。はい。でこれをどっちが向き？この向き。こう。この向き。そうそうそう。後ろの幅があるべ。ちょっと気をつけてね。一回つけたら多分上がってくる、浮くかもしれないからね。ここぐらい、ここ丸、暗くて見えねえ。ここで多分面は。面はここ。でもこれ少し斜めってんだよね。もうちょい詰められる。ここ？もうちょいいける。もうちょいいける。はい。いい？いいよ。はい。多分これ、まあ少しこうかかっちゃうけど。まあ大丈夫でしょ。で、おお、すごいガッチリしてるね。だからだから、そうなんだよ。はい、でこれを、これを、はい。うん、これで。ああ、またもう一回やって。うん。これを、うん。それを、これね。うん。このものをここに、ここにカチャって。了解。はい。取るときはどこ押すの？押さないそのまま。引っ張るだけ。であとはこれ角度はさ、うん、案外角度動くからさ。固定できないの角度は。あ、だから結構強めに動かないと動かないから。あ、そうなの。ちょっと自分の、ね、あ、振動で、うん、でも行かないと思うから行かないか、うん、大丈夫か、まあ、とりあえずお試しでこれやっといて。そうだね、あとちょっと何、電源とかつけてみて。そうだね、電源が、はい、まあ市側から楽だからね。まあね、お試しだから。よいしょ。後ろに、これね、この向き、端子がの向きね。この向き、この USB でしょ。 USB じゃないんだよね。 USB じゃないの。違うんで、特殊なんだ。 USB じゃない。うん、 USB みたいだけどね。ね、ぽいんだけどね。で、これをどこにつけるの。ここに、はい、これ取るよね。取るよ。うん、ここね。うん、どこに、はい、くちゃって入れます。はい、で、これオンオフのスイッチが、うん、オンオフのスイッチ、そこ、はい、あるから、これオフで、うん、はい。で、つけると、あー、後ろギチギチか。あ、いけない。ちょっと配線がね。配線はこっちから回してもいいよ、別に。こっち回す？回ってもいいけど。待って待って、今どっちについて。こっちについてんだよね、うん、ああ。うまい具合に今こっち側、こっちから回して下通してもいいよ。か、かだよ。ほら、これで下通せるよ。いや、これだと結構線が余るから、うん、こういう風に後ろかぶせて通すか。でこうしたら、まあまあまあ、とりあえず一回電源入れてみて、配線は後で考えましょうか。どっちにつけたの。空いてるところにスコって。いいよ、大丈夫。これ一番手前セキュリティ？セキュリティとかじゃない、多分真ん中か。わかんない、何のやつかわかんない。でも真ん中しか入らないよ、多分空いてるところ。真ん中こんな硬いの。回ってる？回して入れるんじゃないの。マジ？最近そこ使ってないから錆びてるとか。なわけが。前よ、入ったから一回つけてみよう。はい、行きます。あ、行った、待って。あ、オッケーオッケー、入った入った。いいよ。ちょっと待った、見えん。ちょい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 。多分普通にあの ACC でいいよ、エンジンかけなくて。1、2、OK。 来たね。これ映さない方がいいよね、この辺は。あ、一回そうだね。どう？今これ大丈夫でしょ、ここは。もうこれ大丈夫。GPS 取ると多分やばいかも。カードは挿入されていません。なんかね、地図になっちゃった。今探してんね。2ヶ月ぐらい置いといたから。おお、そうそう。そう、GPS 探してるね。映さない方がいいよ。うん。即位してからかな。あ、来たね。こんにちは。即位しましたよ。あ、OK、映して大丈夫。
これ映んないもん。あ、大丈夫。うんうん。オッケーオッケー。はい。いいですね。これとりあえず取り付け完了で、まあ配線通すところはね、取んなくても別にいいよね。大丈夫だと思う。あとこれまとめてこうキュッてこうね。そう。うまいとこ入れて。あとはお試しでちょっと、ね。はい。今これ多分 OBD との設定だから、うんうん。いじって。うん。了解。じゃあ設定後は変えなきゃいけない。そう、まあ乗ってみてでいいんです。はいはい、了解。じゃあ一回止めます。はい。